ということで、今日の今旬食材はムッソル、ムール貝です。一般に食べられるムール貝はブルーマッセルという種類で、アメリカでは東海岸のメイン州からニューヨーク州のロングアイランドで取れるんだそうです。栄養士の宮下麻子さんによりますと、ムール貝はタンパク質の原料になるアミノ酸が多く含まれていて、さらにオメガ3が豊富で、コレステロール値を下げ、動脈硬化、高血圧の予防、アンチエイジングの効果があると言われています。今日も秀子コルトン先生に教えていただきます。よろしくお願いいたします。今日はムール貝ということなんですけども、実は私ムール貝ってレストランで食べるもので家で一度も調理したことないんですよね。すごく簡単なので、もうぜひぜひ、召し上がっていただきたいですね。はい、何を教えていただけるでしょうか。今日はですね、このムール貝をふんだんに使ったプリプリムール貝のカレーソースをご紹介します。いいですね。ではよろしくお願いいたします。お願いいたします。材料です。メインのムール貝、エシャロット、パセリ、カレーパウダー、サワークリーム、バター、梅酒、レモン汁に塩です。まずムール貝の下ごしらえから。買ってきた時にですね、今あのムール貝ほとんど養殖なんですね。なのであまり汚れてませんので、殻をですね、本当に軽く水道水で洗う感じでいいと思います。塩抜きは？塩抜きはですね、必要ないです。あ、そうなんですか。はい、あとですね、こういうヒゲが出てるものがあるので、これをですね、ちょっと軽くこう引っ張ってあげる程度でいいですね。はい、ちょっとこれ引っ張ってみますね。引っ張ってみてくださいね。あ、取れますね。すごく簡単に取れました。開いたままのは死んでますので、それは取り除いてください。そうですか。はい、ネットに入ったままで冷蔵庫で約1週間保管できるんですね。冷蔵庫の中で1週間生存できる。はいはい、そうなんです。なかなか強い。はい、なるほど。熱した鍋にバターを溶かし、エシャロットをしんなりするまで中火で5分炒めます。でそこにですね、なんと梅酒を入れます。そうですか。はい、日本酒とかワインはよく使いますけど、ムール貝の自然な甘みが梅酒ですとか、梅酒がない場合は白ワインの甘口、例えばリーゼリングとかで合わせていただくと、ムール貝の甘さがより引き立つんですね。へえ、いい香りですね。強火にし、ムール貝を入れ、蓋をして10分蒸し煮します。ここでポイントです。で火が通りすぎると硬くなってしまってラバみたいになるので、本当に強火でさっと調理します。それがプリプリのコツです。そうです。はい、はい、紹介しました。では10分経ちました。開けます。うわー、綺麗に開いてる。開いてますね。ここで一旦ムール貝だけを取り出します。鍋にカレーパウダー、よりコクを出すためにサワークリーム、レモン汁を入れ、加熱しながらよく混ぜます。なんかレモンが入るとすごく爽やか、大人のカレーって感じがしますね。これね。でサワークリームない方は、生クリームでもいいと思いますね。サワークリームがよく混ざり、カレーソースが沸騰してきたところで、刻んだパセリを加え、塩で味を整えます。ムール貝を乗せたお皿にカレーソースをかけて、はい、これでプリプリムール貝のカレーソースの出来上がりです。それではいただきます。いただきます。プリプリ、あとやっぱりカレーの香りがすごくいいですね。でカレーがクリーミーなんですよね。これレモン汁をちょっと入れてあるので、それがすごく爽やかさを増していて、これ本当にカレーの良さだけの香りが残して、ムール貝の香りもすごく残ってるね。スープ飲んでもね、あ、梅酒が入りましたけど、もう少し甘いかななんて思ったんですけれども、全くそういう感じじゃないですね。本当にまさに隠し味。でこれをですね、もっとスパイシーにしたい方は、タバスコをちょっと垂らしてもいいと思いますね。なるほどね。やっぱりカレーというと日本人ご飯と一緒に食べたいと思うんですけども、ちょっとこうコンソメ風味のご飯と一緒にでもすごく合います。なんかおしゃれなひとときを家で過ごせそうな感じがします。これムール貝の味をしっかり残しつつ、このカレーっていういつも食べ慣れた味がこう入ってくるんで、
すごくおしゃれなんだけれども安心して食べられる、ね、お料理ですよね。ムール貝というとガーリックと合わせるのが一般的かもしれないですけども、今日みたいにカレー粉に合わせたり、あとサフランですね、あとはトマト味もすごく合いますので、いろいろとお好みの味付けで調理されていただけたらというふうに思います。じゃあ今日のレシピを、それを基礎にして、いろんなバリエーションができるということですよね。はいはい、そうですね。いや、まさかこんなに簡単にムール貝、うちで作れるとは思いませんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に簡単にできました。これなら急なお客様の時でも、ゴージャスなおもてなし料理となります。そしてこのカレーソースなんですけれども、ガーリックパンに浸して食べるとこちらもまた絶品でした。今日ご紹介した料理のレシピは FCI モーニングアイのホームページ内 Today's Eye Plus で確認することができます。以上 Today's Eye でした。